第50、決議第2号、丸田孝明議員に対する問責決議を議題といたします。本件につきましては、丸田孝明議員の一身上の案件でありますので、地方自治法第117号の規定により、丸田孝明議員の退場を求めます。決議第2号について、提出者の説明を求めます。17番谷川仁志議員。ただいま議題となっております決議第2号丸田孝明議員に対する問責決議につきまして、提出者を代表して提案理由を説明いたします。なお案文の朗読をもって説明に変えさせていただきます。丸田孝明議員に対する問責決議。丸田孝明議員は9月30日、自身の一般質問において、市長の政治に対する姿勢に関する一般質問の中で、無礼な言葉を用いた発言や、市の一般事務とは全く関係のない個人の生活に関する発言を繰り返し行った。このことについては、地方自治法第132条において、議員は無礼の言葉を使用し、または他人の生活にわたる言論をしてはならないと規定されており、法の趣旨に反する不適切な発言である。さらに10月1日、草野議員の一般質問において、市長の答弁に対し、勝手にやれ、などの発言があり、同日の山田議員の一般質問においては、山田議員に対し、ああ、具合が悪い、などの発言をし、議長が再三注意したにもかかわらず、不規則発言を繰り返し、議事運営を妨害した。このことについては、後藤氏議会会議規則第152条において、成美とも会議中は乱れに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない、と規定されており、規則に反する不適切な言動である。また、これらの行為は、市長及び議長並びに議員を冒涜するものであり、議会の品位を著しく欠く行為である。本来、議員の言動は常に社会的責任の重さや社会的影響の大きさを伴うものであり、議場でこのような発言を放置しておくことは、市民に対し誤った情報を与え、後藤市議会や議員に対する信頼を著しく損なうものであり、市議会として到底看過することはできない。よって、丸田孝明議員に対し、猛省を求めるとともに、発言やその他の行為の重大さを真摯に受け止め、後藤市議会議員としての責務を自覚されるよう強く求める。令和6年10月15日、以上でありますが、議員閣議におかれましては、提案の趣旨をお汲み取りいただき、ご賛同を賜りますよう、よろしく申し上げます。お諮りいたします。議題となっております決議第2号の審議にあたり、丸田孝明議員から一身上の弁明をしたいとの申し出があっております。これを許可することに賛成の方は起立願います。起立少数。よって丸田孝明議員の一身上の弁明を許可することは否決されました。認められた場合に議場でお話しする内容でしたのです。でしたので、まあちょっと文章がおかしくなるかもしれませんが、その辺はご理解いただきたいなと思っております。なおこの用意した文書に関しましては、まだまだ私は記憶して暗記しておりませんので、用意したこの文書を紙を用意しましたので読ませていただきたいと思います。問責決議案に対して一身上の弁明を申し上げます。はじめに、私は8305票という
大多数の賛同は得られずとも、市民の負託を受け、18名のうちの1名として議員バチを頂戴した市民の役に立たねばならない後藤市議会議員の一人でございます。常に市民の代弁者として政治及び議員活動に邁進していると自負しております。さらに公人である立場から昼夜を問わず身分立場は市議会議員であるのだと私なりに真摯に努めてまいっております。野口市政から疑惑付きの井出口市政へ転換された今議会、このような議決案が提出されたことは大変遺憾であります。しかしながら一期目議員としての勲章としてお受けいたしましょう。さて、無礼に当たると指摘されたヤジについての発言の有無は男らしく素直に認めますが、物事には必ず行動を引き起こさせる原因というものがあり、週刊誌で報じられている内容を実際に私のみならず複数の目で確認させていただいた、とある8月の日の井出口太さんの報道の現場を目撃したものでないとわからない人としての怒り、さらには私の一般質問時への理解不能な議事進行、このような時を経て人としての喜怒哀楽の感情が独り言として素直に発せられたことに過ぎないものであります。また決議案には市民に誤った情報を与えという一行が示されていますが、誤った情報とは一体どの情報を指摘されているのでしょうか。理解に苦しみます。さらに議員の言動は常に社会的責任の重さや社会的影響の大きさを伴い、後藤市議会や議員に対する信頼を著しく損なうものであり、市議会として到底看過するとはできないとのご指摘、公人と私人に対する法的議論として、公人に私人としての行動が存在することはなく、疑惑に対する調査も行わず、さらには当事者による説明責任も行われない現状、私の議員職に関し審判を下さるのは今この場面をご主張されている有権者、そう民衆なのであります。本議場において私はイソップ寓話嘘をつく少年の別名である狼少年ではなく、これまでと変わることなく一匹狼というスタイルを貫き、長いものには巻かれない信念を貫きます。私に対し猛省を求める決議案に関しては、ブルーリボン着用の決議が可決されても皆様方が着用に応じない態度と同様に対応させていただきます。丸太に猛省を求めるとありますが、猛省をする気は毛頭ありません。また発言その他を真摯に受け止め議員責務を自覚しなさいとありますが、私はすでに自分の議員としての責務を自覚しております。私の今回の一般質問や一連の言動は常に議員としての責務と自覚した上でのものであります。そして議員として私は私人ではなく公人となった日から常に私の背中にのしかかっております。私の着用しているスーツ、
安物を買ってたから重かったわけじゃないんです。公人という自覚が私の背中にのしかかってきて非常に重かったんですね。まあ、今回の決議案はそういった私の議員並びに政治活動を制限することにつながりかねないものであり、到底受け入れることはできません。市民の皆様並びに市職員の皆様、民主主義社会における数の力は時として悪影響を引き落とす危険性もあるのです。今回の問責決議案の採決にあたり、品位と良識を兼ね備えておられる議員の皆様の慎重なご判断は、有権者である民衆の注目が浴びせられているという事実も十分にお考えになられ、ご判断を委ねます。最後に、市議会議員である私は市民の代弁者であって、理事者、市長の代弁者でないことを申し上げ、私の一身上の弁明を終わります。決議第2号に対して質疑を行います。質疑を終わります。お諮りいたします。決議第2号は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって決議第2号は委員会の付託を省略することに決しました。討論を開きます。討論を終結し採決いたします。採決は規律により行いますが、起立しない方は反対とみなします。決議第2号は原案の通り可決することにご賛成の方は起立願います。起立多数。よって決議第2号は可決されました。丸田孝明議員の入場を求めます。丸田孝明議員に申し上げます。除籍中に議題となっておりました決議第2号丸田孝明議員に対する問責決議は原案の通り可決されました。丸田孝明議員におかれましては、問責決議にありますように発言の重大さを真摯に受け止め、猛省を求めるとも、ともに後藤市議会議員としての責務を自覚されるよう強く求めます。以上で決議第2号、丸田孝明議員に対する問責決議を終わります。